嘘です。そんな能力はありません。北海道で生まれたんだ。海沿いの小さな町、家は結構大きくて綺麗なバラがたくさん咲いていたから、近所の人はバラ屋敷って呼んでた。父はスーパーを経営していたんだけど、店は人に任せていたから、父も母も家にいることが多くて、だからよく遊んでもらってた。なあ、これは結構やかましく言われたな。地元で一番強い少年野球のチームに入ってた。足が速いからセンターだった。でもうちのピッチャーは上手くて、外野に球なんか飛んでこないんだよ。暇だから空ばっか見てた。だから飛行機が好きになったんだ。それから僕は厳しい訓練に耐え、アメリカ海軍のパイロットになった。今も世界平和を守るため働いてる。美味しかった。じゃあ死のうか。